韓国開会式で半日、竹島と旭日記で、韓国の SBS テレビが開会式の選手団が入場する場面で、アジアの国々が入場する際に、世界地図を表示し、日本の竹島を表示した後に、各国の地図をズームして放送したとして、現在、批判が殺到しております。 こちら、明らかにオリンピック、スポーツの政治利用となってしまっておりますが、また、韓国の中央日報によれば、この開会式の選手団の配置が、曲実期のように見えるとの批判も出てしまっているようでございますが、この選手団の配置については、ドラゴンクエストの ロトの紋章のようだとの指摘もございましたけれども、こちら、選手団を区切るスタッフの方々が身につけている衣装の色を見ますと、ある程度色が分けられておりますので、このような色に意味は込められているかもしれませんが、この配置に関しては、選手団の動線、移動する経路ですとか、 感染症対策を考慮した結果、まあ、このような形になったんじゃないかと思われますので、ぜひともこれ以上、オリンピックを、スポーツを貶としめないように、韓国メディアなどにはお願いいたします。以上になりりまますごご聴いいたただきありがとうございました